こんにちは、映画監督の増山玲奈です。本日、千葉県の県知事選に、立候補予定者でおられます皆川慎一郎さんをゲストにお招きしております。こんにちは、紹介いただきました皆川慎一郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は皆川さんの、公約についてお話をお伺いしております。今回は教育改革についてお話をお伺いします。皆川さんは、高校 の、 校長先生を長く務められまして、皆川さん の、 この教育改革どういった内容なのかぜひ教えてください。はい。千葉県の特徴として、私は校長6年経験した中で、ね、実感したことは、非常に教育予算が全体的に低いと、少ないと、非常に学校経営上お金がなくて困った場面が何度もありました。県にいろいろ要望、結構校長の中で一番かもしれませんが、県に要望した一人だと思ってますけども、まあ、いつもお金がないということで、断られることが多かったです。本当にね、教育委員会の人は真面目で、いい人ばかりなんですけども、なんせお金がないっていうのは、もうそれ以上議論が進みませんので、やはりそれほどはやはり教育委員会は、まあ、お金がないんだなと。本当だろうかと思って調べたんですね。そうしたらそうなんですよ。千葉県の、まあ、これは小中もありますけども、高校だけに限定しますと、千葉県の高校生、県立高校生1人に、かかる教育予算は、103万6千円なんです。で、実はこれ関東1都6県、7番目の最下位なんです。最下位なんですか。はい。で、これがずっと続いてるんです、実は。つまり、千葉県の高校生は、非常に、お金をかけてもらっていないと。もう教育というのは皆さんご存知のように、お金をかけた方がやはりいい成果は出るんです。これはもう受験にとっても、どれだけ家に年収があるかで、東大生とそうじゃないところで比較すれば、もう歴然とするように、お金をかけた方が、成果は上がるんです。まあ、日本は世界でも一番教育投資の、先進国で一番教育投資をしないと、最下位の国ではありますけども、その日本の中の千葉県はさらに関東で最下位ということに気づきました。で、これからいろいろ比較しますと、埼玉県ですけども、お隣でありますが、よく比較する、私なんかは比較する県ですけども、埼玉ですと関東で第4番目で111万3000円なんです。そうすると千葉県と埼玉県では年間7万7200円、もう差がついてるんです。これ3年間累積してみてください。一人の子供にそれだけ税金がかけられていないということです。そんなに違うんですか。そうそう、もう東京はまあこれは論外ですけど、東京はすごく豊かなところですから、129万、一人ね、年間129万ですから、千葉県の103万とはもう運での差。これは都立高だよ。都立高の生徒だよ。で、このようにして、実は、千葉県というのは、ずっと高校に対して、高校生に対して、お金をかけてないんです。で、この実態はやはり転換しない限りは、千葉県の底上げができないと。教育の活性化もないと。そう確信しましたので、まあ、この、千葉知事選挙に立候補を予定しています。最大の理由は、やはり私が何とか千葉県の教育を立て直したいと、良くしたいと、その思いが強くあります。で、なかなか校長関係で、知事選挙に出てくるっていうのはもう75年ぐらい前に、山口久太さんという大校長がいましたけども、最後は野鳥松陰高校という私立の高校を作り上げた。非常に立志伝中の人ですが、その人が戦後最初の民選の知事選挙に、出ました。
社会党公認だったのかな。で、まあ、3位ということで知事にはなりませんでしたけども、それ以外ほとんど高校教育関係者は出ていません。多分私ぐらいかもしれません。で、その私の後を考えると多分いないかもしれない。だからそういうことを考えますと、やっぱり教育を知っている者がやはりこの千葉県のこれから目指すビジョンを含めてですね、どこに力を入れなきゃいけないかということをやはり皆さんに訴える、そういう意見は十分あるだろうと思って、まず千葉県の高校生にかけられ県立高校生にかけられているお金が少ないんだということを県民の皆様はご認識願いたい。関東最下位でございます。これがずっと続いています。そういうことを含めて次の課題をに行きますと、私が一つ、提案したいのは25人学級ですね。小学校そして中学校、本当に25人がいいなと思っています。というのは、私が1980年に高校の教員になった時にはもう欧米は25人以下学級が当たり前でした。その時は日本はまだ45人だとか、そして40人になると、戦後は間もない頃は55人学級でしたから、すし詰めですよね。で、そういう中で日本は戦後復興高度経済成長をしてきたんですけども、教育はなかなかそうはいきませんで、よりすし詰め的な状況は今でも続いています。今でも40人学級が基本ですね。35人になったりしてますけども、基本は40人ということであります。ですから、そういう日本となぜ欧米は25人学級になったんだと言いますと、これは単純なんです。つまり欧米では一人の教員が25人までの生徒が見るのは限界だという、そういう教育論、教師論から出てるんです。25人を超えると教育効果は落ちていくと。だから25人学級がいいんだというのが欧米の発想なんです。だからそれをいかにしていくのは、それはいくらでもいいんですね。だから、ところが日本はあくまでもそういう教育論じゃなくて、あくまでも財政論。いくらお金があって、いくらそれを教員のために投資するか。学級数が増えるということは、教員が増えるということですから。教員の数というのは全部学級に、一学級にいくらという形で小中高は決まってますから、学級が増えるということは、教員の数を増やさなきゃいけない。だけども、大蔵省、そして今の財務省はそれをしたくないので、できるだけ、安上がりにしたいと。だから教育論ではない。ここが欧米と日本の大きな違いです。だから私が25人学級にこだわっているのは、そこなんです。やはり日本も今の個性豊かな子たちがいっぱいいるような時代は、やはり一人の担任なり、一人の教師が、そんな40人も30何人も見るのは、まずいよと。やっぱりもっと少人数で、少人数の子をきちんと教育していこうと、こういうコンセンサスが国民の中に生まれてほしいな。そしてそれは今回のコロナがある面ではきっかけになったと思うんですけども、相変わらず国は教員の定数を増やすことを、文科省も少人数学級してくれと言ってる上に、国の大元が首を縦に振らないと。それは結局教員や生徒たちに全てその幸せが児童生徒に来るわけです。オンライン学級とかする前に、実は人数を減らして、密をなるべく教室の密度を減らすっていうことをしてからすればよかったですね。そうですね、はい。いきなり一斉 の休校も意外でしたけども、まず今までは経験ないことでした。あれははっきり言って失敗した政策だと思ってますけども、そういうようなこと、25人です。ただここで時間の関係も限られてますから、簡単に言いますと、先ほど私が言った暴、はい、暴殺について、ここで私がなぜ暴を考えたかというと、これが一つのきっかけでもあるんです。つまりどういうことかというと、教員、千葉県の小中高特別支援学校の教員は大体 3万8千人です、はい、職員3万8千人が1ヶ月の給料の中の1万円を1万棒で受け取っていただけると、実はこれ年間で12万棒ですね。それは商品券として地域で使っていただければありがたいんですけども、
そうしますと、ほぼ45億円のお金が、1万円の節約の中で45億円のお金が貯まるんです。いわゆるその定数改善基金というものを作って、そこに1万円ずつぶち込んでいくんです。でそれに対して使用者側である県が知事が、まあ、いわゆる、まあ、教育委員会でもいいですけども、いわゆる労使折半ということで、教員が積み立てたお金のと同じ額を県側が出すと、それで90億円になるんです。だから県民の方が45万棒を受け取っていただければ、その後2700人の教員を雇えますから、その新規に雇われる2700人の教員が皆さんの県民の 県内で90億円をそれを使うと。つまり45億棒で90億円を手にするという結果を生みますので、こういうことにやはり棒、つまり教員を増やす。今本当に中学校の教員大変ですよ。いろいろ話聞いても本当に疲れ切ってる、うん、で私も高校で校長してましたけども、教頭が感想でした。とにかく仕事が減ることはないんです。まあ管理職9年間仕事が減ったことはありません。増えることばかりです。で国や県はいろいろな、まあ、文科省のいろいろな新しい試みをします。それはね、はっきり言って現場にしてみると余計な仕事が増えるっていう発想でしかない場合が多いんです。だからつまり仕事を増やすならば仕事を減らすべきなんです。でも減らすことしないんですよ。だからどん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 仕事だけ増えていく。だから報告文書はどんどん増えていく。だから教頭はほとんど土日は学校に来てコンピューターの前で教育委員会に報告する書類を作ってますよ。だから働き方改革なんて言っても学校現場そんな改革なんか全く遠い世界、ですからやはりね、人を増やすしかないと。これが私の結論です。人を増やすしかない、教員を増やすしかない。そのためには定数を改善するしかない。で国が定数改善できないならば県でやるしかないだろうと思ってます。で現に小学校の今のクラスと小児童の数を割りますとちょうど今25なんですよ。平均25人なんです。で中学は28人かな、やはり生徒減ってますから、だからちょうど定数を少人数学級に合わせる定数はそんな無理なくできるはずなんです。多分文科省もそれは自分らで試算してたと思うので、あとはその国がうんと言ってくれるかどうか、まあ、いわゆる財務省ですね、お金を出すところがうんと言うかどうかなんです。で出せないんだったら県の方で工夫しなきゃいけない。でそれでこの棒札をこのような形で応用できないだろうか。で県民の人たちが理解して現職の教員たちが使う1万棒を受け取って、ちゃんとそれをその消費の1万円として、活用していただければ、後で今度はさっきも言ったように90億円が新しい教員たちから出ますから、そんなに無理な話じゃない。しかも学校は教員がこのに、まあ、単純に言いますと小学校は全部の小学校に2人増やすことができます。で中学校は3人増やすことができます。3人ということは3学年ですから、人が9ずつ少人数化できるんです、でそれが2700人で、2700人の中でですね、実は毎年教員というのは900人ずつ減ってるんです。そんなに減ってるんですか。そうなんです。それは今の少子化の原なんです。で定数が変わらない限り教員の退職の数は止めることはできない。だから2700人ということは、私は3年分の3区21でしょ、3年分の減少を前倒しして2700人を分を学校の中にぶち込んじゃうと。そうすると毎年毎年人数調整ができていくので、まあ、最初は大変かもしれませんけども、基本的には慣らされていくんじゃないか。そして25人、そして中学校の30人学級可能だろうと。で定時制も35人学級、それで十分じゃないかなと、まあ、そう思ってます。でそれが一つです。